さまこんにちは、モーセ姫と申します。本日もどうぞよろしくお願いいたします。まだ声の調子が万全ではないので、いつものようにとかいうか、いつも声はちっちゃいんですけれども、いつもよりもさらに小さく聞こえるかもしれません。できるだけ分かりやすく大きな声でお伝えしたいと思います。モーセ姫と申します。さて、初めて見ていただく方、はじめまして、どうぞよろしくお願いいたします。そしていつも見ていただいている皆様、チャンネル登録、優しいコメント、高評価などありがとうございます。今こちらの鈴なんですけれども、はい、猿田彦神社で購入した鈴で今浄化をしております。さて今日なんですけれども、はい、7月の天秤座さんの流れを見ていきたいと思います。まず簡単にこの星の流れを説明してから、ルノルマンカードとルーン文字で7月のリブラさん、天秤座さんの流れを見ていきます。まず、7月の5日まではこちら火星、これは行動力、情熱っていう星があるんですけれども、これが天秤座さんから見て、ちょうど真向かいにいるんですね。なので7月の5日までは非常に天秤座さんのこう自己アピールが非常に強くなったり、あとはまあ日にちがねそんなにないんだけれども、とても電撃的な出会いとか、こう人によってはね電撃的な結婚の可能性もあると言われている星回りです。そして5日以降、こちらの火星が一つ移動するんですね。部屋を移動するんですけれども、この時になると天秤座さんは非常にセクシャルな関係になりやすかったり、秘密の恋に惹かれてしまう傾向もあるかもしれません。そして恋愛の星、こちら金星が18日以降一つ移動します。そうすることによって天秤座さんからすると1、12、11、10、10番目の部屋、仕事を表すんですけれども、まあ仕事の部屋で金星が輝いていく状態になるので、非常に仕事のやりがいとか人気運も上昇していくという、そういう星回りになっております。じゃあ今からカードリーディングしていきます。まずこちらルーン文字、こちらのカードで大まかな流れを見ていきます。そしてその後ルノルマンカードで一緒にまたカードをね展開していきます。はい、じゃあ見ていきましょう。はい、カードが4枚出ています。さてまず出たカードが、はい、こちらのカード、はい、これね太陽のカード、すごく強運のカードなんですね。今回リバースで出てるんですけれども、このねマークを見てください。正位置も逆位置もこのね茂るっていうカードは変わらないんです。なので、おー、大きな幸運が来そうですね。茂るが出たよ太陽が出たよっていうことで、はい、そしておー生まれ変わりを、おー、すごい1ヶ月になりそうですね。再生とか、はい、お待たせしました。なんかこうとてもこの1ヶ月って大きな変化とか復活再生、
あなたの願いが叶う、うん、そういうものがねまずね出ています。うん、すごい強運だな。うん、これはかなりすごいんじゃないかな。うん、お天秤座さんいいですよ。今から、まあ、ルノルマンカードも出していくんですけれども、うん、なんかこう今まであなた自身がこう天秤座さんが何かこう物足りなさとか頑張ってることに対してのこう結果がなかなかついてこなかったような気がね、まあ、ちょっと過去のカードを見てると思うんですけれども、ようやくあの天秤座さんの頑張りが認められて、なんか運命が大きく天秤座さんの方に向かってっていう感じで、ポジティブな流れで変化があるような気がします。うん、で、あのアドバイスのところにここにね、これがソーンというあのトゲ、トゲっていうのを表すカードなので、あのこう細かいディテールには気をつけてねっていうふうには出ています。で、これね、魔除けっていう意味もあるので、なんか好きな神社とかお守りっていうのを今月は身につけるのもいいかもしれません。うん、すごいな、大きな変化が出てます。じゃあルノルマンカードでもう少し見ていきましょう。さあ今月の流れです。はい、じゃあ1枚カードを選んでいきます。なんかこのカードがピンときました。はい、じゃあ開いていきます。まずはい、木。んー、これね、あの育つっていう意味があって、ゆっくり育っていく、成長していく、癒し、繁栄、うん、なんかねそういうこう長期的なあの計画、成功っていうのが出てるんですね。おお、なんか続いていく、うん、はい、じゃあカード出していきます。雲、庭、ネズミ、魚、船、ライダー、おー、いいですね。リング、はい、蛇が出ました。さあお待たせしました。はい、このね1ヶ月の流れなんですけれども、おー、これは仕事、恋愛、運命の人、なんかこう出会いがあったり、なんか婚活してる人とか、なんか就職活動してる人、転職活動してる人、かなりこれこういい出会い、ポジティブな出会いがまずあるんじゃないかな。なんかこう本当にこう本当人によってはこう電撃的な、例えば結婚とか、本当にこう電撃的な何かっていう可能性がすごくあるような気がします。そして先月までの流れを見てみると、なんかあなたの中でこのなんか不安とか、こう大きなこうモヤモヤとか、先行きの不透明さ、人によっては例えばこう体の関係が先行した恋愛で悩んでいたりとか、お金のこととか転職、就職、こうそういうことで悩んでた人っていうのもいるのかなっていうふうに出ているんですね。でもあのこうそういうあなたのこう不安が今月はこうゆっくりと解消していって、むしろポジティブな方向に
進んでいきますよっていうふうに出ています。で、ここにまあネズミとヘビというね、あのカードも出ているんですけれども、これが先ほどのソーン、トゲっていう意味、気をつけてねっていう意味、なんかね、それがね、やっぱりここでリンクしてるのかなって感じがします。もしかしたらこう、あなたが今体で言ったら免疫力が少し落ちていて、なんか風邪とかこうそういうものを例えば引きやすかったりとか、もしかすると今金銭的にこう少し苦しいですっていう人もいるかもしれません。あのややこうお金を使っちゃう傾向がもしかしたらあるかもしれない。そしてヘビっていうカードがですね、これはライバルとか、敵とかですね、まあ複雑な恋愛などを表したりすることもあります。なのでこう、もしあなたが例えばこうそういう状況であるのであれば、ライバルに足を引っ張られないように細心の注意をが必要なのかなっていうふうに思います。でもあなたっていうのは、今月のあなたはどっちかっていうとこうすごくどっしりしていて、なんかこう育てていくエネルギーとかパワーっていうものがあります。なのできちんといわゆる気をつける、隙を見せないっていうことをしていったら、これらのトラブルも解消できるのかなっていう感じです。そしてもしあなたが今月旅行とか引っ越しっていうのを考えている方がいたら、例えば隣の人とか上の人下の人こうそういうこうご近所の方や、例えば管理人さん、あとは管理会社ですね、こうそういうところにいつもよりもこう気を配るというか、しっかり見るっていうこともおすすめしたいですし、旅行に行くときはもしかしたら、これ本当にもしかしたらなんですけど、あなたの免疫力がこう少し下がっていて、こう食中毒とかね、そういう可能性もあるかもしれないので、とにかく時間に余裕を持っていろいろなパターン、道が混んでるとか、電車例えば一本遅れちゃったとか、そういうことになったとしても、とにかくいろいろな道をこう事前に考えとく、用意しとくっていうこともやっぱりこうトゲを踏まないように慎重に進んでいくっていうこと、それでいいのかなっていうふうに思っています。まあ、このソーンっていうのは気をつけてねっていうことを促すカードではあるんだけれども、でも慎重に進んでいったら無事にこの1ヶ月成長、ゆっくりとした成長につながるから大丈夫だよっていうふうに教えてくれてるような気がします。とにかくここで太陽のカードと生まれ変わりのカードが出てるので、本当にこうあなたの今までの悩みとかそういうものが一転して明るい解決の方向に、そして心身ともに健康、穏やか、ゆっくりと進んでいくっていう、そういうね流れになっていくんじゃないかなというふうに感じています。これが、はい、天秤座さんの1ヶ月の流れになっています。とにかくこう仕事面とかでは金星が10番目の部屋、仕事の部屋に来るので、人気運とか仕事のやりがいとかどんどん上がってくるのではないでしょうか。はい、これが天秤座さんの7月の流れとなります。よかったら参考にしてみてください。